東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか日本音楽著作権協会ジャスラックが著作権の手続きをせずに BGM を流している全国の飲食店や美容室など258施設に対し使用料の支払いなどを求めて。 各地の簡易裁判所に民事調停を申し立て、波紋が広がっている。パソコンなどで、誰でも簡単に BGM を編集できるようになり、著作権を侵害しない私的な利用と商業利用との境界が分かりにくいため、店側の理解が進まないことが、法的措置の背景にある。自分で買った CD を流しただけ、逆に音楽を聴かせて代金を取っているわけではないのに。 使用料を払うのは不不に落ちない。東京都内の美容院の男性オーナー65は首をかしげる。約10年前、CD を高音質で連続再生できる機器を購入し、小鳥のさえずりや音楽を流してきたが、使用料を払ったことはないという。かつては、こうした店で、CD やレコードを流すのは自由だったが、著作権法改正で使用料を徴収できるようになり、ジャスラックは、 2002年4月に聴収を開始。当時は98%の店セが優先放送などを利用し、優先などの音源提供事業者を通じて聴収できた。ところが近年は優先放送を解約して、携帯型音楽プレイヤー、iPod、iPod などに曲をダウンロードしたり、好きな CD をパソコンで編集したりして使う店が増加した。その場合は、 ジャスラックと個別に契約するる必要があるがあ現在、徴収対象の約130万点のうち、個別契約済みは9%で、優先契約などを除く35%の約46万点が無許諾とみられるという。ジャスラックは13年度以降、徴収強化に乗り出している。だが、店側には、昔は払わずに済んだ。 自分で編集しており、私的利用の範囲内といった意識が根強く、採算の催促にも応じない店について、15都道府県の関西に9日付で、話し合いでの解決を図る民事調停を申し立てた。